鳥取県の海で海藻などを食い荒らす厄介者の紫ウニを活用した新食材が出来上がり、地元の小学校で試食体験がありました。豊かな海の再生を目指して日本財団がプロジェクトを立ち上げ、1年前から鳥取県が官民一体となって紫ウニの活用を考えていました。 そして鳥取市内のフランス料理店や寿司店など17のさまざまな飲食店が知恵を絞ってうの花ウニがこのほど完成しました27日には泊小学校の5年生の児童に海の現状を知ってもらおうと初めにプロジェクトの活動の紹介を受けました。 紫ウニにチーズと生クリームを加えて焼き上げたクリーミーココット焼きを美味しそうに試食しましまた。初めて食べて美味しかったしなんかまろやかさとかコクがあったりとか甘さとかがちょうど良かったしなんか私が嫌いな味とかじゃなくてすごい嬉しかったです。 宇野花うには27日から期間限定で来月5日まで開発した店舗で提供されるということです。